まず最初に断っておきますと、僕は霊や他体という現象を全く信じていません。そんな僕が人生の中で唯一説明できない体験が、これからご紹介するお話です。これはもう十数年ほど前、まだ就職したてで慣れない仕事をこなす日々を送っていた頃、僕はそんな日々の疲れから来るものの中、毎晩のように会う金縛りに悩んでおりました。 他にも夜中にふと目を覚ますと、天井の木目模様が自分の目の前5センチあたりに近づいて見えたり、自分の寝息がエコーのようにダブって聞こえたりと、寝ぼけ眼で不思議な思いをすることがありました。けれど金縛りは疲れた体と脳が不一致を起こすと生理的な現象だと聞いたこともあったので、家族や親しい友人にこのことについて愚痴をこぼすことはあっても、なるべく気にしないように心がけておりました。幸いにもこのような現象は就職先での仕事にも慣れ、職場に親しい友人や先輩もできたおかげか、収束に従えて忘れてきました。それから1年ほど過ぎてある日、妹が僕に